さあ、バトルロワイヤル人狼の始まりさ。こんばんエンド。僕のことはそろそろ説明しなくてもおなじみになってきたよね。それを見たら全てが終わり、最悪の殺人鬼エンドってやつさ。今僕は訳あって仲間を集めている最中なんだ。今回も僕が考えたスペシャルなゲームで仲間を選別していくよ。それで今回は何をやろうって言うんだ？今日はズバリ仮想空間を使ったデスゲームを開催するよ。仮想空間で？まずさっき集めてきた8人の犯罪者がいるね。ああ、エンドが指定した今世間を騒がせている、逮捕されれば確実に死刑になる、この条件を満たしている連中だ。うんうん、こっちへ来てごらん。これって準備は万端ということだよ。さあ、僕たちもこの装置をつけて仮想空間へダイブだ。俺たちも参加するのか？当たり前だろう。僕は常に優秀な仲間を求めている。定期的にデスゲームに参加してもらって精度を高めなくちゃね。はあ、常に死と隣り合わせってわけか。わかったよ。こうして僕たちも機械をセットして仮想空間の世界へ。ああ、どんな殺し合いができるのか。今からワクワクが止まらないよ。さあ、専用フィールドに到着したよ。エンドに言われて目を開くと、そこには広大な森が広がっていた。わあ、すげえ、森の中にいるみたいだ。相変わらずこの男の科学力には驚かされるな。リックと一緒にあたりをキョロキョロしていると、怒鳴り声が耳に飛び込んできた。ああ、おめえ、俺たちをさらったイカルピエロだね。一体何が目的だ？おうおう、元気だね。それじゃあ早速ゲームを始めるとしよう。俺たちが集めた犯罪者は全部で8人。どれも今世間を騒がせている凶悪犯ばかりで、捕まれば死刑はほぼ確定のような連中。エンドがすでに捕まっていて死刑が確定している人間以外をターゲットにしたのはこれが初めてだった。どんな狙いがあるのかはわからないけど、今回は俺らも命の危険があるらしい。死ぬ気で生き残らねえとな。まず君たちは、そうだね、僕で適当にチーム分けしようか。それな、なんだこれ。443でチーム分けをしたのさ。今から始めるゲームはバトルロワイヤル人狼だよ。バトルロワイヤル人狼？文字通り人狼と村人に分かれて生き残りをかけたバトルをするのさ。ただしスタートは全員村人。人狼の発生条件は後で伝えるとして、簡単にルール説明をしておこうか。エンドが手を振り上げると空中にボードのようなものが現れる。どうやらこの空間はエンドの思うままらしい。ルール1、人狼村人問わずモンスターを倒すか、すでに持っている人を倒して奪うことでエメラルドのかけら4個を集めたチームの勝利。ルール2、モンスターを倒すとエメラルドのかけらを1つドロップすることができる。ルール3、全員に道徳値が100振り分けられ、この数値がマイナスになると人狼化する。人狼ではない人間を攻撃するか、回復アイテムのルビーを所持していると数値が減少。人狼化すると瞳が赤くなるので全員にバレることになる。ルール4、人狼はエメラルドのかけらを4個入手、または人狼プレイヤー以外を全員倒すことで勝利することができる。ルール5、
チームリーダーはメンバーを外す権利を付与される。メンバーを外されてもゲーム離脱とはならず、一人でクリア条件達成を目指すこと。主にチームメンバーから人狼が発生した際に使用するスキルとなる。ルール6、一定時間が経過するとエリアの収縮が始まり、エリアの範囲外にいるとダメージを食らい死んでしまう。こんなところかな。そしてエンドが説明を終えると、俺たちの頭の上に100という数字が表示された。おそらくこれがさっき言っていた道徳値ということだろう。チームリーダーはどうやって決めるんだ？それは同じ色に振り分けられた人たちで自由に決めてくれて構わないよ。ちなみに黒チームのリーダーは僕さ。まあ何でもいいけどよ。おい待てよ、この空間はイカルピエロのテリトリーなんだろ。チートし放題じゃねえか。ゲームにおいてそんな野暮なことはしないよ。僕が何か不正行為をすれば、僕がセットしている装置から毒針が出て僕は死ぬことになっているから、安心するといい。ちなみに俺たちはこのゲームで死んだり負けたらどうなるんだ？いい質問だね。僕が不正をすれば毒針で死ぬと言ったけど、その毒針はここに参加している全員の装置に仕込んである。このゲームで死ねば現実世界の肉体に毒針が打ち込まれて本当に死ぬことになるよ。エンドの一言に犯罪者たちの顔が青くなっていく。そして次々にどういうことだと騒ぎ始めた。そりゃ誘拐されて目が覚めたらわけのわからない空間にいて、しかもゲームに負けたら死ぬなんて言われたら発狂したくもなるよな。君たちは連続殺人犯、強盗殺人、カニバリズムと、捕まれば死刑囚確定の凶悪犯罪者たちだ。このゲームで生き残れば警察の手から逃れられる。むしろボーナスラッキーチャンスと思って頑張ってもらいたいんだけど。うるせえ、お前が俺たちを殺さない保証もねえだろうが。このままじゃ話にならないと思った俺は仕方なく助け舟を出すことに。俺たちも死刑囚だったけど、実際こいつのゲームをクリアして今のところ生き延びてるぜ。俺たちの時は人数分水を用意されて、飲んだらそれぞれ違う症状が出る。解毒剤を飲まないと死ぬっていう状況だったんだ。マジかよ。一人はどんどん体温が上がり、一人はどんどん体温が下がり、一人は体の感覚が鈍り、徐々に体の活動が停止するというものだ。一人だけただの水を飲んだ人間が拷問器具の中から解毒剤を探すという、悪趣味極まりないゲームだったよ。それをお前らは生き残ったってのかよ。まあ今のところはだけどな。本当にクリアすれば生き残れるんだろうな。もちろんさ。それじゃあまずリーダーを決めてもらおうか。チーム A が赤、チーム B が青ということにしよう。おいおめれ、異論がねえなら俺がリーダーをやらせてもらうぜ。別に構わねえよ。早くこんなところから解放されたい。異論ないわ。つうわけで、このボンド様がリーダーだ。オーケーだ。チーム B は？俺はリーダーなんて嫌だぞ。私も無理。あなたが嫌なら私がやるけど、どうする？じゃあ俺がやるよ。俺はイーズだ。オッケー。チーム A がボンド、チーム B がイーズ、そしてチーム C のリーダーはエンドで決定。ではそれぞれのチームリーダーにマップを手渡すよ。これが何の役に立つんだ？そのマップにはクリア条件であるエメラルドのかけらをドロップできるモンスターの居場所や、回復アイテムや武器が置いてある場所、それから敵チームの居場所がリアルタイムで表示されるようになっている。今回のゲームで最も重要なアイテムの一つだから丁寧に扱うんだよ。了解した。他に質問はあるかい？
何かあれば大声で僕を呼んでくれたら通信で話せるようになっているけど。能楽はいいからさっさと始めようぜ。同感だな。やってみないことにはわからない。オッケー。それではゲームスタートだ。バトルロワイヤル人狼スタート。エンドがそう言って指を鳴らすと犯罪者たちが一斉に姿を消す。え？おいエンド、あいつらどこに？遠くに飛ばしただけさ。僕たちはこれから潰し合わなくちゃいけない。同じ場所に固まっていたんじゃつまらないだろう。じゃあさっき教えてやればよかったのに。ちょっとしたサプライズってやつさ。さあ、僕たちが手始めにやることは、モンスターを探すんだろう。早くしよう。わかってないね。僕たちがやることは、さあ。エンドは俺たちに近づいて、その目的を小さな声で伝える。俺とリックは目を見合わせて驚いた。マジかよ。お前ほんと狂ってるな。わかっていたことだけどな。お褒めに預かり光栄だね。それじゃ、チーム C もスタートだ。湖のほとりにて。くせえ、あいついきなり始めやがって。とにかくやるしかねえよ。クリアするにはモンスターを倒してエメラルドのかけらを集めなきゃならねえんだろ。となるとまずは武器探しか。地図に M って出てるぞ。これが多分モンスターのことだな。あとは宝箱のマークが出てるから多分これがアイテム系だろ。南の方角に宝箱が2つあるわね。まずはそこに行きましょう。生き残るのは俺たちだ。城下町にて。俺たちが飛ばされたのは町らしいな。なあ、このゲームが終わるまでじっとしてないか。どういうことよ。チーム A のボンドとかいうやつ、かなり血の気が多かっただろ。きっとあのサイコピエロとやり合ってくれるって。つまり同士打ちでゲームが終わるのを待つってこと？ダッサ。効率的って言ってくれよ。まあ気持ちもわかるけどよ。ボンドたちのターゲットが俺たちにならない理由はないだろう。とりあえず武器と回復アイテム集めだ。地図を見た限りこのまま町の中心に進んだところにあるっぽいな。移動しようぜ。わかったよ。地図ではこの辺に宝箱があった。中を見てみよう。ラッキー、銃が4つ入ってたぞ。これで丸腰状態は出したな。弾もちゃんと入ってるみたいね。ピエロチームを避けるのは当然として、モンスターも適当にやっつけておきたいわね。一体倒せば確実にエメラルドのかけらをドロップできるのかしら。どうだろうな。倒してみないことには何とも言えないが。お、見てみろお前ら、廃墟の向こうにモンスターがいる。肩鳴らしていこうじゃねえか。オーケー。ちょっとあんた、おとりになってあのモンスターの気を引きなさいよ。なんで俺が。嫌だよ。あんたがでかい声出すから気づかれたじゃない、バカ。チーム分けであんたと一緒になったのが最大の不幸よ。ふざけんな。ふう、とりあえず一個だな。すげえ、一発で仕留めちまった。お前らが騒いでくれたおかげで俺の動きが悟られなくて済んだぜ。でも仲間割れはほどほどにしてくれよ。生き残りたいならな。わかったわ。次はどうするの？全部のモンスターがあんなに雑魚だとは思えない。武器集めを中心に進んでいこう。オーケーよ。もう帰りてえよ。あんた本当に凶悪犯なの？どこまでも情けないわね。うるせえ。エンド、2チームともアイテムの方へ移動したぜ。
そろそろ仕掛けるタイミングじゃないのか。そうだね。それじゃあ行こうか。なんだ、何の音だ。フィールドに人狼3体発生。繰り返します。フィールドに人狼3体発生。人狼、嘘だろ。どういうことだ。なんだよ、どうしたんだ。ピエロが言ってただろ。回復アイテムのルビーを所持しているか、村人を攻撃した時に道徳値がマイナスになると人狼になるって。だから意図的に行動しないと人狼にはならないんだ。じゃあこの短時間で道徳値をゼロにしたってのか。仲間同士で傷つけ合うのは非効率だから、回復アイテムをとにかく集めまくったんでしょうね。でも人狼になるメリットって何。家庭の話でしかないが、勝利条件のエメラルドのかけら4つをモンスターから集めるより俺たち村人を全滅させる方が楽と判断したんじゃないか。ピエロとボンド、どっちのチームが人狼に。人狼は3体って言ってただろ。3チームの中で人数が3人だったのはピエロチームだけだ。早く逃げねえと。道徳値がゼロにならない程度に回復アイテムと武器を集めながらモンスターを探してエメラルドのかけらを集める。これから進む方角はピエロたちが進んでるのとは反対方向に行こう。ラッキーなことにあいつらは今ボンドチームの方に向かってるみたいだからな。湖のほとりにて。くそ、イカレピエロたち、こっちに向かってやがる。どうする、俺たちまだ武器を十分に集められてねえぞ。反対方向に走るか。いや、今からチーム B の方へ走るぞ。どういうこと。的は多い方がいいってことだよ。俺たちだけ狙い撃ちにされるくらいならあいつらも巻き込んでやろうぜ。くそ、あの野郎。今度はなんだよ。ボンドたちがこっちに向かってる。いや、ピエロたちと一対一でやり合うより俺たちのチームも巻き込んで的を増やそうって考えだろう。クズの考えそうなことだ。どうするの。待て、ピエロチームが分散した。どういうことだ。分散ってどういうことだよ。地図上にチームの色分け、丸い表示がされているんだ。黒い丸が分散した。こっちに一人向かって。もらった。チーム B のリーダーはパッと見た限り頭はそれなりに良さそうだったけど、組み合わせが悪かったな。俺の奇襲に驚いたチーム B の男は驚きと恐怖で手元を誤り、俺ではなく仲間の女を撃ち殺してしまったのだ。撃ち殺しちまったらお前もこっち側になるのは免れないな。頭の数字を見てみろよ。仲間を撃ち殺したことにより男の道徳値が急降下。100あった数値は一気にマイナス50となってしまった。そして瞳は赤くなり人狼と化してしまった。そんな。落ち着け。人狼になったらチームを出なきゃいけない理由はない。一緒に勝利条件を目指せば。いいや、村人と人狼は基本同じチームにはなれない。同じチームに人狼が発生した場合はチームリーダー権限でチームを除外する必要がある。そのために付与された権限だぞ。なんだと。それに人狼の勝利条件は村人と違って村人を全滅させればいいだけだ。面倒なエメラルド集めなんかすると思うか。待ってくれよ。俺はお前たちを殺したりしねえ。頼む、待ってくれ。リーダー権限でお前をチームから除外する。イーズがそう言うと男の服は白へと変化した。これでチームから除外され男は野良人狼となった。さあ、村人にとって人狼は無差別に村人を攻撃する危険因子だ。そんな、待ってくれよ。頼む。悪い、許してくれなくて構わねえよ。
ろチーム B のいる場所が見えてくるはず。なんだ？ちぃ、あいつらさては分散したな。気をつけろ、ピエロかその仲間がいるぞ。なんでピエロたちだってわかるの？チーム B かもしれないじゃない。バカか、ピエロたちは俺らを気絶させて運ぶだけの実力があるんだぞ。どう考えても俺らと手を組むか巻き込むのが最善策だろうが。俺らに攻撃を仕掛けてる時点でピエロチーム確定なんだよ。そんでこっちに来てるってことはチーム B はもうやられてる可能性が高い。なんだ、粗暴な言葉遣いの割に頭の回転は速いらしいな。てめえ、ピエロのメガネ部下だな。俺を殺さないとお前たちは全員ここでゲームオーバーだな。さあ、どうやって捕まえる？いちいち腹の立つ話し方しやがって、絶対消してやる。おい、どうする気だよ。数打ち当たるって言うだろ。ほっと、そろそろ時間だな。死ねえ。なんだ。周りを見てみろ。なんだこれ。気をつけろ、それに触ると死ぬぞ。ルール6を思い出せ。一定時間が経過するとエリアの収縮が始まり、エリアの範囲外にいるとダメージを食らい死んでしまう。さっきのサイレンはエリアの収縮が始まる合図だったんだよ。そう伝えるとボンドたちの顔色はどんどん真っ青になっていく。そしてボンドは地図を片手に一人走り出した。おい、お前どこに。うるせえ、俺は絶対生き残るんだ。待て、その地図がないと。ボンドは仲間を置き去りに走り去っていく。そしてレーザーは他のチームメンバーにどんどん迫り、いや、ゲームオーバーだ。あ、てめえ。いよ、生きていたか。てめえも落ちたか。そういうお前も。俺も。なんでだ、村人は傷つけてねえぞ。見殺しにしたじゃないか。ちぃ、まあいい、ここにいる人狼全員で殺し合うか。いや、ゲーム終了だ。このイカレピエロ。結果として村人は全員死んでしまったからね。ボンドは想定外の人狼から助かってラッキーだったね。その点イーズは勝率を上げるために自ら人狼化する賢い選択を取ったじゃないか。はあ？俺のチームの男が一人仲間を誤って撃ち殺した。その時点で俺は人狼化して村人を殺す方が効率よく勝てることに気づいたんだ。じゃあ人狼化した仲間は生かしておけばよかったじゃねえか。いや、臆病者でとても使い物になる気がしなくてな。本当に凶悪犯か疑わしいくらいだ。はあ、その男はいわゆる多重人格者だよ。自分が犯罪を犯していた時のことは覚えていないだろう。へっ、そんなことはどうでもいい。とにかく俺たちは生き残りってことでいいんだな。ああ、バトルロワイヤル人狼、生き残りおめでとう。そして世界に絶望を与えるアペルピシアへようこそ。翌日、臨時ニュースです。ここ最近世間を騒がせていた凶悪犯たちの遺体が6体発見されるという事件が発生しました。警察によると何者かに毒殺されたとの情報が入っています。また現場には1枚の手紙が残されており、犯人からのメッセージの可能性が高いとのことです。親愛なる一般市民のみんなへプレゼントだよ。最悪の殺人鬼エンドよ。こんばんしくしく、ミステリー案内人です。案内人さん、どうしたの？私が大好きだった俳優さんが急死したんです。しくしく。わ
かるわ。私も誰かが亡くなったって聞くと悲しくなるもの。生前アイドルだった案内人さんが亡くなった時もファンの子たちはすごく悲しいんだろうな。そうですね、人気絶頂だった時だったから特に。では今回は身近な人を立て続けに亡くした新婚妻のお話を紹介しましょう。私の名前はアン。今日は同じ会社で働くのぞみの結婚が決まったので同期4人でお祝いをしています。乾杯。のぞみおめでとう。地味でのんびり屋ののぞみ、派手でノリがいいエリカ、美人でクールなルリコ、心配性でおせっかい焼きな私、性格はまるでバラバラの4人なのです。正直超びっくり。こう言っちゃなんだけど、同期で一番地味でのんびり屋ののぞみが一番に結婚、しかも社内一のイケメンで仕事もできるあのマサ先輩と結婚なんて、ほんとほんとマサ先輩の方から熱烈アプローチだったんだって。おまけに交際1ヶ月でプロポーズって、マサ先輩仕事も早いけど人生の決断も早い。のぞみ本当に良かったね。ありがとう。自分でもちょっとびっくりしてるんだけど。私たち3人ものぞみにあやかりたいよね。ね、ルリコ。私は結婚は当分ないかな。実は私今月いっぱいで会社を辞めてヨガスタジオを開くことにしたの。え？初耳。でもヨガスタジオいいじゃん。なかなか言い出せなくて、これからはスタジオオーナー兼ヨガインストラクターとして頑張っていくつもり。ルリコすごい。さすがルリコだね。ルリコらしいわね。もう二人ともびっくり。のぞみは結婚、ルリコは起業家。二人とも人生の階段を着実に上がっていってるって感じ。そんなことないって。スタジオがオープンしたらみんなレッスン受けに来てね。ああ、その前にのぞみの結婚式だね。ありがとう。新居にもぜひ遊びに来てね。じゃあ改めて二人の新スタートに乾杯。会社を辞めて新しいスタートを切るのぞみとルリコを羨ましく思いながらも、二人を心から祝福したのでした。そしてのぞみの結婚式当日、ウェディングドレス姿ののぞみは幸せそうでした。のぞみ幸せそうだね。うんうん、マサ先輩もさすが、タキシードバッチリ決まってる。こうして披露宴は滞りなく進み、のぞみはお色直しに行ったのですが、のぞみなんだか気分が悪そう。大丈夫かな。本当心配だね。緊張してるだけじゃない。気分が悪そうなのぞみと、それに全く気づいていない様子のマサ先輩にハラハラしましたが、なんとか式は無事に終わりました。それからしばらくして私たち同期3人はのぞみの新居を訪ねたのです。いらっしゃい。マサ先輩お邪魔します。のぞみ素敵なお家ね。ありがとう。今日はみんなゆっくりしていってね。ところでのぞみ、新しい職場はどう？のぞみは結婚を機に退社したのですが、その後マサ先輩の紹介で再就職したのでした。職場みんないい人たちで楽しいよ。ただ家から遠いから今は車で通勤しているの。のんびり屋ののぞみが車の運転？なんだか危なっかしいな。自分でも心配だよ。事故ったらどうしよう。もう。あ、そういえばのぞみ、結婚式の時具合が悪そうだったから心配してたんだけど。少し疲れが出たのかな。時々頭痛やめまいがするの。でも大丈夫。職場が遠くなった分大変だろうからって、朝食はマサさんが作ってくれるし。二人とも働いてるんだから、家事の分担は当然だよ。イケメンで仕事もできるマサ先輩は夫としても完璧なようでした。この子の、のぞみの幸せ者。そうかな。ところでのぞみ、新しい職場ってどの辺？遠い市ってわかるかな。遠い市だったら車で1時間以上かかるね。私のヨガスタジオ真中町なの。ここからだったら通り道よね。今度仕事の帰りにスタジオ寄ってよ。プライベートレッスンしてあげる。それはいいね。のぞみ、ヨガでリフレッシュしておいでよ。のぞみの頭痛やめまいも良くなるかもしれない。いいアイディアだと思いました。来週の金曜日の夕方なんてどう？俺のことは気にしなくていいから。じゃあ決まり。後で詳細をスマホに送るね。ありがとう。今日はみんなご飯食べててね。今から準備するから。
のぞみの手料理はとても美味しく話も弾みました。まったくもう、そういうどんくさいところ相変わらずだよね。まあそういうところも可愛いんだけど。はいはい、ごちそうさん。じゃあのぞみ、金曜日待ってるね。うん、よろしくね。忘れ物、このポーチ誰のかな。あ、私のです。はい、どうぞ。じゃあ気をつけてね。私も結婚したいな。数日後、のぞみから電話がありました。あ、この間は楽しかったね。お邪魔しました。ほんと楽しかった。その後体調はどう？相変わらずって感じかな。あ、ルリコのヨガレッスン行ってるよ。ルリコのレッスンどう？されるよ。え？あ、うん、癒されるよ。癒されすぎて帰りに眠たくなって、もう少しで事故るところだった。マジで？危ないじゃん、気をつけないと。あんまり眠いから少しだけ眠ろうと思って車を止めたんだけど、そこから記憶がなくて、目が覚めたら朝になってたの。本当に大丈夫？マサ先輩心配したんじゃない？うん、私が朝帰ったらびっくりしてた。疲れが溜まってるんじゃない？一度病院で見てもらったら？病気ってほどじゃないから大丈夫。とりあえずルリコのヨガレッスン続けてみるよ。そっか、良くなるといいね。私はのぞみのことが心配でした。ところがその心配は全く別の形で的中します。マサ先輩が勤務中、営業先に向かう途中で交通事故に遭い、亡くなってしまったのです。のぞみ、かける言葉が見つからないよ。本当にこんなことになるなんて。二人とも、ありがとう。私たちにできることがあったら何でも言ってね。ところで、ルリコは？どうしても抜けられない用事があって来られないみたい。そっか。私は家も近いし、いつでも駆けつけるから連絡してね。ありがとう。あんなに幸せそうだったのぞみが気の毒でたまりません。さらに信じられないことが起こりました。マサ先輩に続いて、ルリコまでもが交通事故で亡くなってしまったのです。こんなことってある？マサ先輩に続いてルリコまで交通事故。どうして？のぞみ、大丈夫？のぞみが一番ショックだよね。旦那様と同期が立て続けに亡くなるなんて。警察が捜査を行った結果、マサ先輩もルリコにも不審な点は見つからず、二人とも交通事故死と判断されました。1年後、マサ先輩とルリコが亡くなった後、のぞみはすぐに新居を売り、引っ越しました。それからしばらく、のぞみとは会う機会がなかったのですが、マサ先輩とルリコの一周期が近いということで、久々に3人で集まったのでした。マサ先輩とルリコが亡くなって、もう1年か。私とアンは相変わらずだけど、のぞみはどう？実は、今度再婚することになったの。お相手はどんな人？実は、また職場の先輩なんだ。二人の死をまだ引きずって落ち込んでいるのではと心配していましたが、元気になった様子ののぞみを見てほっとしました。いろいろあったけど、のぞみよかったじゃん。天国のマサ先輩とルリコもきっと祝福してくれてるよ。のぞみ、幸せになりな。ありがとう。のぞみさん、立て続けに親しい人を亡くして気の毒だったけど、よかったわね。別れがあれば出会いもある。でも二人が立て続けに亡くなったのおかしいと思いませんか？でも警察も事故だって。別の側面から見てみましょう。私はのぞみ、1年前に夫と同期を立て続けに亡くしたかわいそうな女なんてね。あれは結婚式の当日、お色直しに控室に戻った時に偶然見てしまったのです。ルリコから？なんだろう。夫のスマホにルリコからのメッセージ、いけないと思いつつ気になってつい見てしまいました。するとそこには信じられないことが書いてあったのです。ひとまず成功ね。ああ、地味で非モテの望みを落とすなんて簡単だったぜ。例の薬は手に入ったの？闇サイトで購入済み。めまいや頭痛を起こす作用があるけれど、
調べても絶対体から検出されない。優しい旦那様は毎日愛する妻のために朝食を作る。その中にその薬を混ぜるのね。ああ、そしてのぞみのやつには車通勤させる。のぞみの新しい職場は車で1時間以上かかるところを用意した。通勤途中に交通事故に遭い死んでしまうかわいそうな新妻。保険はバッチリ準備してあるさ。式が終わったらすぐに加入する。頼んだわよ。その保険金当てにしてヨガスタジオ起業したんだから。任せとけって。あいつには早めに死んでもらわなきゃな。俺の会社の使い込みがバレる前に。頼んだわよ。愛してる。この結婚はフェイク。しかもマサさんとルリコが事故死に見せかけて私を殺そうとしている。その後の式のことは覚えていません。ものすごくショックでした。ですが時間が経つにつれて激しい怒りと憎しみが湧いてきたのです。あいつらの思い通りになんかさせない。絶対に。夫はルリコとの LINE のやり取り通り、結婚後すぐに保険加入の話を持ちかけてきます。保険会社に勤めてる後輩に入ってくれって頼まれちゃってさ。結婚したことだし、いい機会かなと思って。そうね、万が一の時のために入っておいた方がいいかもね。じゃあお互いを受け取り人にして入りましょう。愛の契約書なんてね。私は夫に同意し、お互いを受け取り人とした高額保険に加入しました。そしてこれもまた例の LINE のやり取り通り、結婚後夫は朝食は自分が作ると言い出したのです。のぞみ、朝食できたよ。ありがとう。遅刻しそうだから車の中で食べるね。行ってきます。朝ごはん食べないと力が出ないぞ。しっかり食べろよ。あの日以来、私は夫のスマホをこまめにチェックしていました。のぞみ、ピンピンしてるじゃないの。どうなってんの？あいつ鈍感だから体も鈍感なのかな。もういい、私がやる。例の闇サイト、絶対体から検出されない睡眠薬も売ってるって言ってたわね。今度同期みんなであんたの家に遊びに行くことになったから、その時までに買っておいて。そして遊び終わった時、忘れ物を渡すふりをして私にその睡眠薬を渡して。わかった。忘れ物、このポーチ誰のかな？ああ、私のです。はい、どうぞ。ありがとうございます。私は何も気づいていないふりをしていました。おはよう。今日は早く目が覚めたから私が朝食作ったよ。夫がいない間にキッチン中を調べると薬を見つけました。朝ごはん食べないと力出ないわよ。しっかり食べてね。うまそうじゃん。いただきます。もう美味しいよ。ありがとう。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。そして夫は営業車を運転中に激しいめまいに襲われ、夫の葬儀が終わり、私はルリコのヨガスタジオを訪ねました。お葬式行けなくてごめんね。気にしないで。それより今日はレッスンないの？いろいろ考えてスタジオは閉めることにしたんだ。そうなんだ。残念だけど仕方ないか。ルリコがいつもレッスン後に出すハーブティーに睡眠薬を混ぜていることは容易に想像できました。なのでいつも飲んだふりをしてこっそり捨てていたのです。ルリコのレッスンどう？されるよ。殺されるよ。え？癒されるよ。そしておそらく今日のこのハーブティーにも睡眠薬が入っているのでしょう。私は自分とルリコのカップをこっそりすり替えました。じゃあそろそろ帰るね。さよなら、ルリコ。こうしてルリコは急激な睡魔に襲われ、車ごとガードレールに突っ込んでしまったというわけです。自業自得と言えなくもないけど、のぞみ怖いです。
そういえばこの間こっちの世界でマサとリリコらしい二人をこの間見かけたぞ。二人で大喧嘩してたな。殺そうと思ったら殺されたんだもんね。恐ろしや。いかがでしたか？ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。ちなみに今度の結婚相手は女性にだらしがないことで有名な会社の先輩、渡る。夫が死んだ後、私が多額の保険金を手にしたという噂が社内に流れて、すぐに声をかけてきました。のぞみちゃん、今度食事にでも行かない？俺美味しいお店知ってるんだけど。のぞみ、なんか落としたわよ。何それ？魔除けのスパイスなんてね。さあ、儀式も終わった。久々にアルビノの肉を食える。ふざけないで。私死にたくない。もう生贄の時間だ。みんな好きな部位を好きなように食べよう。いやー、こんばん。綺麗な肌ツルツル、ミステリー案内人です。私も綺麗な肌になりたいわ。スキンケア頑張らないと。こつえは骨だけなんだから、スキンケアじゃなくてスカルケアだろ。ゾーンたら、レディーになんで失礼なこと言うの？ゾーンさん、そんなこと言ってたらイメリアにまた嫌われちゃいますよ。ゴーン、いつもすでに嫌われてるみたいな言い方しないでくれよ。すいません。ですが今回はどうやらそのイメリアがまた危険な仕事を引き受けたようです。なんだって？イメリア大丈夫かしら？早速見ていきましょう。今回はどんな依頼人なのかしら。彼女は殺し屋のイメリア。どうやら新しい仕事の依頼人に会いに行っているようです。イメリアさん、こんにちは。あなたが依頼人のナターシャね。それにしてもあなた、肌も髪の毛も白くて本当に綺麗ね。そう言っていただけて嬉しいです。これまでそんな風に言ってくださる方があまりいなかったので。まずイメリアが依頼人のナターシャと会って驚いたのがその容姿でした。ナターシャの肌も髪色も真っ白でとても綺麗だったのです。これはアルビノっていう先天性の遺伝子疾患なんです。体内の色素成分であるメラニンを作ることができなくて全身が白くなっちゃうんです。珍しい疾患なの？アルビノは2万人に1人の割合で発症するって言われてますね。紫外線にも弱くて。そうなのね。それでそんなあなたが私にどんな依頼をしたいのかしら。まず先にタンザニアという国についてお話ししないといけません。タンザニア？アフリカ東部にある国の？ええ、実はそのタンザニアではアルビノの体には特別な力が宿るという迷信があるんです。それで。そうしてナターシャが語り始めた事実は驚くべきことでした。なんとそのタンザニア含むアメリカ東部ではその迷信のせいで多くのアルビノ患者たちが殺されたり誘拐されたりと事件に巻き込まれているというのです。その迷信のせいでアルビノの人たちが理不尽に襲われているっていうの？はい、私たちアルビノの体の一部は7万円、全身なら900万円で取引されてるみたいです。ひどいわね。けどこの国ではそんな迷信は信じられていないし安全でしょ？それが最近この国でもタンザニアと同じような考えを持つ宗教団体ができたんです。嘘？実はこの前私は襲われそうになって、その時は逃げられましたが、いつ殺されてもおかしくないんです。だからその宗教団体を潰してほしくて。許せない。わかったわ、任せて。こうしてイメリアはその宗教団体を潰す依頼を引き受けました。最近発生したアルビノを狙った事件、ひどいわね。突然襲われて誘拐したり体の一部を切断したりしてくるんです。こんな宗教団体は絶対に潰さないと。そしてそのアルビノの迷信を信じる宗教団体について調べたイメリアですが、事件の概要は出てきてもその宗教団体のアジトの場所まではわからなかったのです。アジトの場所がわからないと宗教を潰すことなんてできないわ。どうすればいいのでしょうか。一つ案があるわ。こうしてイメリアたちはその宗教のアジトを突き止めるためにある作戦を実行することに。大丈夫でしょうか。安心して、私があなたを必ず守るから。わかりました。じゃあ行ってきますね。
そう言うとナターシャは人気のない場所で一人うろうろと歩き始めました。そう、イメリアはナターシャをおとりにしてその宗教団体の信者をおびき出そうとしたのです。お前アルビノだな。あなたはアルビノハンターですね。お前の肉を食べれば特別な力が手に入る。そしてアルビノハンターの男はイメリアが近くにいるとも知らずにすぐにナターシャの前に現れました。私には何も特別な力なんてありません。それは迷信です。うるせえ、教祖様も喜んでくださる。お前は連れて行くぜ。そうはさせないわ。なんだお前。へっ。え、ナターシャを襲おうとした男でしたが、イメリアはすぐにその男を襲って拘束。お前一体何なんだよ。何でもいいでしょ。あなたの宗教団体のアジトをさっさと教えなさい。くそ、教えないとあなたの命はないわよ。そしてイメリアはその信者からアルビノの迷信を信じる宗教団体のアジトの場所を聞き出しました。ここが奴らのアジトね。危ないからナターシャまでついてこなくてよかったのに。この中で捕まったままのアルビノの人たちを助けたいので。無理はしないでね。さあ行きましょう。こうしてその宗教団体のアジトに潜入した二人。これは、そんな、ひどい。なんとそのアジトにはとんでもない光景が広がっていました。ナターシャと同じアルビノの人たちがたくさん捕まって監禁されていたのです。腕や足のない人もいる。私たちはただ普通に生きたいだけなのに。とにかく全員解放しましょう。そしてすぐにイメリアたちは捕まった人たちを解放することに。ですがその瞬間でした。イメリアさん。二人は背後から何者かに襲われて意識を失ってしまったのです。イメリアさん。ここはどうやら私たち捕まったみたいで。とうとうアルビノとその仲間が目覚めたぞ。一体どういう状況よ。目を覚ました時、二人は拘束されていて周りにはたくさんの人たちがいました。どうやらこの宗教の信者たちと教祖のようです。ちょっとあなた、私たちをどうするつもり。話してください。アルビノは俺たちに力を与えるために現れてくれたんだろう。はあ、そんなわけないでしょ。私たちアルビノには特別な力はありません。嘘をつくな。今日は信者たちと久々にアルビノの肉を食べようじゃないか。うそ、こいつらアルビノの人たちを食べてるの。なんとこの宗教ではアルビノの体を食べると幸せになれると信じられているようでした。そして拘束された二人はそのまま摩訶不思議な儀式を受けることに。さあ儀式も終わった。久々にアルビノの肉を食える。ふざけないで。私死にたくない。もう生贄の時間だ。みんな好きな部位を好きなように食べよう。こうして二人が生贄として信者たちに襲われる瞬間でした。何？敵たちがやられました。何が起こったんだ。どこからともなく銃弾が飛んできてイメリアたちを襲おうとしていた信者たちが慌てて逃げていきました。そんな、信者たちが。君がこのくだらない宗教の教祖だね。誰だお前。師匠？二人とも大丈夫かい。そう、なんと信者たちを追い払ったのはイメリアの師匠であるカカオだったのです。どうして師匠がここに。街を歩いていたら突然男二人組に襲われてね。帰り討ちにしていろいろと聞き出したらこの宗教の存在が分かったんだ。なぜ信者たちはお前を襲ったんだ。彼らは僕のことをアルビノだと間違えたんだろうね。カカオはもともと肌が白いためこの宗教の信者たちはカカオをアルビノだと勘違いして襲ってしまったようでした。どんな宗教なのかを見に来たらアルビノの人たちがたくさん捕まっていて驚いたよ。もう全員解放したけどね。
ふざけるな。この宗教はこれからもっと大きくなるんだ。ふざけてるのはそっちでしょ。私たちを理不尽に襲って許せない。こんな宗教が許されるわけないわ。殺し屋の僕を襲うなんて本当にバカな連中だよね。殺し屋？お前殺し屋なのか？気づくのが遅いよ。僕に喧嘩を売ったらどうなるのか教えないとね。やめてくれ。じゃあね。こうしてカカオが現れたことにより、そのアルビノ狩りをしていた宗教は潰れたのでした。まさか師匠が来てくれるなんて。助けてくれてありがとうございました。宗教も潰れましたし、これで私たちは安心して暮らせます。それならよかったよ。まあ僕がここに来たのは本当にたまたまだけどね。師匠が来てくれなかったら今頃やられていたわ。ああ、見た感じ危ない場面だったね。一応僕は君にしっかりと殺し屋としてのスキルを叩き込んだつもりなんだけどな。ごめんなさい。今後僕の顔に泥を塗られたら嫌だからね。今から特訓だよ。そんな。イメリアさん、頑張ってください。こうしてその後、カカオからとてもきつい特訓を受けたイメリアだったのでした。イメリアたちが無事に脱出できてよかったですね。そうね、捕まっていたアルビノの人たちも解放されたわ。あんな宗教潰れて当然だぜ。ですが今でもタンザニアなどの国ではこのアルビノに対する迷信は信じられているんですよ。そうなのね。そんな勝手に作られた迷信で襲われるなんて最悪だわ。ほんとだぜ。アルビノハンターを見つけたら俺がぶっ飛ばしてやる。いつかアルビノの方たちに対する変な迷信や偏見がなくなるといいんですけどね。どの国でもアルビノの人たちが安心して暮らせる世界になることを私も祈ってるわ。みんなは見た目で人を判断とかしないようにな。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。おりゃー。以前よりも強くなってるね。私だってかなり多くの実績を積んできましたからね。だけど、まだまだ僕の実践経験には及ばないようだね。やられた。師匠って何年殺し屋してるんですか？生まれた時からだよ。本番カンオケ、ミステリー案内人賛成です。ミステリー案内人賛成？はじめましてね。急に現れてびっくりしたぜ。ごめんなさい。実はミステリー案内人のアスカちゃんは今日から出張でしばらくいないんです。そういえば案内人さんがこの前そんなこと言ってた気がするわ。賛成さんはその代わりに来てくれたってことか。そういうことです。カツエさん、ゾーンさん、仲良くしてください。もちろんよ。新しい友達ができて嬉しいぜ。私も嬉しいです。じゃあ今から3人でピクニックにでも行きましょう。サンセイさん、ちょっと待って。今日の怖い話はないのか？あ、渡したらいけない。すっかり忘れていました。サンセイさんはおっちょこちょいなのね。でもなんか許せちゃうぜ。すいません。それじゃあ今日は私が怖い話を紹介しますね。おお、綺麗な部屋じゃん。ありがとう。お茶飲む？飲む飲む。私はとうとう大学でずっと気になっていた男の子を自分の家に招きました。今日このおうちデートで私はとうとう彼に告白をするのです。でも女の子の一人暮らしって怖くない？まあ気をつけないとだよね。本当だよ。最近この辺りで不審死事件も多いじゃん。そうだね。でも私実は怖い話とか大好きだから大丈夫だよ。そうなの？じゃあ何か怖い話とかしてよ。いいよ。神の毛坂って知ってる？神の毛坂？聞いたことないな。じゃあ有名な怖い話の神の毛坂と誰も知らないその裏エピソードを教えるね。これは大学生4人組がドライブをしようとした時の話です。その日実家の車を使えるのが1人だけだったため、他の3人は原付で集合してその子の家に向かうことになりました。ですが向かってる最中に一人の男の子がいつの間にかいないことに気づきます。
辺りを探してみると、彼は故障してしまった原付を道に置いて、田んぼの真ん中で突っ立っていたのです。彼は恐ろしいものでも見たように、目と口を見開いて、泥だらけの状態でした。もう怖いって。怖いのはこれからだよ。見つけた二人が声をかけても放心状態だったため、無理やり田んぼから引き上げることに。彼の故障した原付はそのまま置いて、みんなで車があるこの家へと向かいました。放心状態だった彼も徐々に回復して何があったのか話してくれました。どうやら原付が故障した時、突然道の向こうで自分を手招きする女性が現れたようです。話しかけても返事をしてくれないその女性は、ただ手招きをするだけ。そこから記憶がないと彼は言いました。それで終わり？本当の事件はこの後に起きたの。こうして震えながら話す彼にみんなも怖くなり、その日はすぐに眠ることに。ですが、みんなが寝静まった時に彼が、俺、もう帰らないといけない、と言ってみんなを起こしたのです。しきりに帰りたがる彼を全員で説得しましたが、結局その子は他の子の原付で家に帰ることに。そして次の日の朝、みんなは彼のお母さんから彼が部屋で亡くなっていると電話で伝えられたのでした。え、家に着いたのに死んでたの？うん、しかもとんでもない姿でね。こうしてみんなは彼のお葬式に行くことに。お葬式に行くと、そこには棺桶ではなく大きな箱がありました。見る勇気のあるやつだけ息子を見てやってくれ、そう彼のお父さんに言われた三人は恐る恐るその箱を開けて彼を見ると、全員が恐怖で震えてしまいました。血の気もなく真っ白な体で天井に向かって突き出された両手、見開いた目からは涙、口からは血が混じったよだれが流れており、手も限界まで開いていたのです。おい、マジかよ、呪いか何かなのか？よくわかったね、これは呪いだったの。どうやら亡くなったその子の原付が故障したのは、今は棺桶坂、昔は棺桶坂と呼ばれていた場所でした。昔その地域では棺桶を作るのは身分の低い人がする仕事で、差別もあり給料も低い。唯一儲かるのが普通の棺桶では入らない状態や体格の人を入れる特注品の棺桶だったみたいです。そんな中、その地域では特注品の棺桶が必要な不審死がよく起きていました。その時にいつも特注品の依頼を受けていたのが一人の女性だったみたいです。というのも、その女性は棺桶を作るのがとても上手で、特注品だとしても注文が入った次の日には仕上げられたからでした。だけどそれを好ましく思わなかった他の棺桶屋さんたちは彼女を殺してしまったのです。その後、他の棺桶屋さんたちが彼女の家に行くと、家には作りかけの特注品の棺桶がたくさんあったのだと言います。作りかけの特注品の棺桶があったってことは、その女性が不審死を引き起こしてたってことか。そういうこと。彼女は先に特注品を用意してから呪いで多くの人を殺してたの。その男の子もその女性の霊の呪いで殺されたってことか。うん、その男の子がいた場所が棺桶坂だったからね。なるほど。原付が壊れた時に女性に手招きされたって言ってたもんな。その女性の霊は今でもまだ特注品の棺桶を作りたいのかもね。怖いな。これが棺桶坂っていう怖い話？うん、そうだよ。だけどこの話には裏エピソードがあるの。え、そうなの？実はこの棺桶坂の話を聞いて、自分もその女性と同じことをしたいって思った女性が現代にいたの。嘘だろ？本当よ。いわゆる模倣犯ってやつね。趣味悪いな。そこで彼女は同じようにまず特注の棺桶を作ったの。素人でも作れるんだな。それで？それで同じように呪いを使って棺桶の形に合うように人を殺そうとしたんだけどね、うまくいかなかったの。そんな簡単に誰でも呪いが使えたらやばいからな。だけど彼女は諦めなかった。え？彼女はどうしても自分が事前に作った特注の棺桶に人を入れたくてね、呪いができないからって普通に人を殺し始めたの。マジかよ。ええ。そして彼女はその遺体を棺桶に合うような形に固定して入れてみた。
するとどうなったと思う？え、普通に棺桶に入ったんだろう？うん、ジャストフィットでね。それでその女性は感動したのよ。感動？なんで？自分が事前に作ったいびつな形の棺桶に死体がすっぽり入ることに快感を覚えたみたい。殺人犯の考えることはわからないな。それでその女性はその後もその快感を得るために人を殺し続けたの。元の怖い話は、貧乏な棺桶屋の女性が特注品を作ってお金を稼ぐために人を殺してたんだよな。うん。だけどその人はただただ自分の作った棺桶にすっぽりと遺体を入れるのが楽しいから人を殺し続けたってこと？うん、そうだね。その点は棺桶坂に出てくる女性とは違うところかな。棺桶坂の女性はまだ同情の余地があったけどな。現代の模倣犯は最低じゃねえか。その模倣犯は遺体に両手両腕を広げさせたり、体育座りのような格好にさせたりと楽しんでいるみたい。人形のように遺体にいろんなポーズを取らせてるのか。それで特注の棺桶に入れて楽しんでるのよ。でも現代って言ったじゃん。それは都市伝説じゃなくて実話だろ。そうよ。その模倣犯による事件はいつ起きたの？実は今この辺りで起きてる不審死事件がその模倣犯の仕業なのよ。そうなのか。でもなんでお前がそんなこと知ってるんだよ。だって私が棺桶坂の女性に憧れた模倣犯なんだもん。あはは、さすがに笑えないって冗談だろ。じゃあさっきからこの部屋に置いている変な形の箱は何だと思うの？おい、マジかよ。うっ、お茶に入れた睡眠薬が効いてきたみたいね。大丈夫、優しくしてあげるから。待ってくれ。私が彼に告白したかったことは、私が最近の不審死事件の犯人だということだったのです。今回の棺桶は棺桶坂と同じ感じにしてるから、両腕を固定してっと。よし、できた。ジャストフィットするかな。えいっ、ギャー、ちょうどすっぽり入った。最高。こうして私は部屋の中で叫び続けたのでした。私も怖くなってきました。ちょっとサーゼーさん、自分でお話ししたんでしょ？そうですけど、怖いものは怖いですよ。サンセイさんは怖がりなんだな。そうなんです。私のお話はいかがでしたか？すごく面白かったわ。ああ、普通に怖かったぜ。それは良かったです。アスカちゃんが帰ってくるまでは私が担当するので、視聴者さんもよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。またサンセイさんの怖い話を聞けるのが楽しみだぜ。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。はあ、初めてだったので緊張しました。サンセイさん、お疲れ様。ありがとうございます。それにしてもサンセイさんって優しい声してるよな。私も思ったわ。心地よくて寝ちゃいそう。本当ですか？じゃあ皆さんが眠るときは耳元であーって言ってますね。サンセイさん、それはさすがに寝られないわ。そんな。ははサンセイさん面白いぜ。病院に潜入してほしいって私が？どうかお願いします。不審な死を遂げた母の無念を果たしたいんです。こんばん、アスリートミステリー案内人です。イメディアが病院に潜入するって一体どんな依頼なのかしら。それにしても案内人さん、走るの早いわね。コツエさん、もっと頑張って走ってください。どりゃ、ちょっと待ってよ案内人さん。母は末期癌を患っていましたが、亡くなる前日変なことを言ったんです。ここにいると殺される、他の患者もそうだったと。私は気が動転しているんだと思いましたが、翌日母は本当に息を引き取りました。つまり病院内の誰かに殺されたかもしれないって言いたいの？私はそう思っています。でも末期の癌だったんでしょ？だったらにしたって、あんな言葉を聞いた後だと気になります。警察にも相談しましたが、
憶測で動けないと言われてしまい、他に頼れる人もいなくて。ちょっと泣かないでよ。私は復讐屋でそんな仕事やったこともないし。母のあの言葉がただの被害妄想ならいいんです。でもわからないまま過ごすのが辛いんです。はあ、もうわかったわよ。今回だけ特別に引き受けてあげる。本当ですか？ええ、ただし証拠が見つかる保証はできない。その時はきっぱり諦めるのね。もちろんです。っていうことがあったのよ。なるほど、それで俺に頼み事か。にしても泣き落としに弱いやつだな。うるさいわね。それで頼んだものは？ほらよ。でもなんで痛みを感じなくする薬なんて必要なんだ？ありがとう。そりゃあこうするためよ。ほら。え、何やってんだよイメリア。何って決まってるじゃない。足首の骨を折ったの。そう、イメリアは依頼された病院に潜入するために殺し屋仲間のジャックから痛みを感じない薬をもらい、自ら足首の骨を折ってしまったのです。じゃあ行ってくるわね。はあ、おい待てよ。何？今ちょうど暇だから少しくらいなら手伝ってもいいぜ。へえ、じゃあ一つお願いしようかしら。ゴニョ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 。オッケーだ。それじゃあ一旦別行動だな。こうしてイメリアはジャックにあることをお願いし、病院内の捜索を始めたのでした。随分と古い部屋。資料もないし、何のためにある部屋なのかしら。俺の仮眠室だよ、バカ女。え？探検ごっこでもしてるのか。こんな部屋に何の用だ。図書館と勘違いしちゃった。お前。先生、やっぱりここにいたんですね。あなたは？迷い込んだガキだ。それよりどうした、ボルト。どうしたもこうしたも、昼ご飯頼んだくせに戻ってきたらいなくなってたから探したんですよ。おお、サンキュー。まったく、もう恥ずかしいところ見せてごめんね。私はボルト、よろしく。どうも。あの医者すごいぶっきらぼうだけど、この若さで教授なのよ。へえ、すごいんだ。余計なこと話してないで、さっさと仕事に戻れよ。はいはい。それじゃね、今度は酸っぱいさんを探さなきゃ。人を探してばっかだなあいつ。それでお前、足の具合はどうだ？問題ないわ。ねえ、質問があるんだけどいいかしら。なんだ。先生はもう亡くなることが決まってる人への治療ってどう思う？ああ、なんだその質問。依頼で、あ、じゃなくて、命の終わりをたくさん見てきたあなたが延命治療についてどう考えてるのか気になって。無駄話は嫌いだ。飯食うからお前もさっさと消えろ、クソガキ。分かったわよ。はあ、探すにしても当てがなさすぎる。参ったな。おい、あんた。あんただよ、ピンク色のお嬢ちゃん。私？お前以外に誰がいるんだい？たく若いのにため息ばかりついて。うるさいわね。入院生活が暇でしょうがないだけよ。なんだ、そんなことか。だったらね、ほら、これを貸そう。私の一番好きな小説家の新作だよ。いらないよ、小説なんて柄じゃないから。やっと見つけた、酸っぱいさんってば。あれ？もうイメリアさんと仲良くなったんですか？なんだい、想像しいね。何の用だい？今日は採血するって伝えたでしょ。ほら、行きますよ。わかったわよ、まったくもう。ねえ、この本貸してやるから読んでみな。暇つぶしに読書は持ってこいだからね。こうして借りた小説を病室で読み始めたイメリア。何よこんなの。え？最初は乗り気ではありませんでしたが、徐々に小説の面白さにのめり込み、朝を迎える頃には読み終わっていたのでした。眠い。おばあちゃんの病室はと、ここか。あれ、他に誰かいる。やっぱりか。それで私はどのくらい生きられるんだい。もってあと数ヶ月だな。え、私は無駄に長生きがしたいわけじゃないからね。痛みを和らげてくれればそれでいいさ。ああ、わかったよ。ち、
もっと早く検診に来いってんだ、ばあさんめ。先生、お前もしかして話聞いてたのか。偶然だけどね。ねえ、おばあちゃん本当に死ぬの？そう長くない。そうだ、昨日の質問に答えてやるよ。え？うん。もう死から逃げられない患者にはとにかく本人の意思を尊重する。もしすぐに死を望むのならそれすら叶えてやりたいと思うほどにな。場合によっては殺すの。そのくらいの気持ちで望んでるってことだよ。じゃ。こんにちは。なんだやんたかい。これ借りてた本ありがとう。一晩で読み終わっちゃった。ほんとかい？それは嬉しいね。うん。どうした？今日も元気がないね。それはおばあちゃんのせいじゃん。私のせい？さっきの会話私聞いちゃったの。ああなんだい、それで悲しんでくれてるのかい？別にそういうわけじゃないけど。いいかいメリア、私はむしろ幸せなんだよ。幸せって？もう死んじゃうのに？ああそうさ、もうすぐ死ぬとはいえその準備ができるんだ。大切な人に伝えたい言葉を考えられるし、あんたに読んでほしい本も選べるんだ。死んでも私の何かが受け継がれるなら悲しくなんてないのよ。正直よくわかんないよ。まだ若いからね。でもそんな悲しい顔しなさんな。明日おすすめの小説を貸してあげるからまたおいで。わかった。じゃあおやすみなさい。こうしてその日は深い眠りについたエメリア。しかし夜が明ける頃、おばあさんの病室では恐るべきことが起きていたのです。今すぐ楽にしてやるからな。ここにいたのか。探したぞエメリア。おい、何かあったのか？知り合ったばかりの人が病気で亡くなっただけよ。ただあまりにも急だったから。なあ、もしかしてその人もうあまり長くない患者だったか？うん、あと数ヶ月しか生きられないって言われてた。ならひょっとしてお前の依頼と関係してるのかもな。どういうこと？この資料を見ればわかるよ。こうしてジャックから手渡されたのは病院内で亡くなった患者たちのカルテをデータ化したものでした。わかるだろう。この病院では寿命が短いと診断された患者だけ亡くなるまでの期間が短すぎるんだ。これはあまりにも露骨すぎるわね。かなりの被害者が出てる。でもよかったじゃないか。この資料を依頼人に渡せば依頼は完了だろう。ええ、今回は犯人を探してほしいってわけじゃないからね。だったらこんな怪しい病院からさっさと出ろよ。嫌だ。なんだって？だってもう犯人が私のところに来るように仕向けてるんだもん。どういうことだ？挑発しといたのよ、おばあちゃんが死んだあの病室で。本借りに来たわよ。って、おばあちゃん？イメリアさん、ごめんなさい。今この部屋は立ち入り禁止なんです。死んでるの？朝方急に体調が急変したんだ。どうしようもなかった。どいて。おばあちゃん、元からいつ死んでも不思議じゃなかったんだ。それより立ち入り禁止なんだ、出て行け。ねえ、この病院の噂を知ってる？噂？そんなの知らないぞ。じゃあ教えてあげるわよ。この病院はね、助からない患者を殺すっていう噂があるのよ。え？そんなの初耳です。俺もだ。退院したら私がどんどん広めてあげる。だってこの目で見たんだから。それじゃあね。随分と危険を犯すんだな。もし殺されたのだとしたらどうしても許せなかったのよ。感情論に興味はないが十分に気をつけろよ。何が言いたいの？もしメリアを襲いに来るとしたら、おそらく無策のままは来ない。何らかの手段でお前の首を狩ろうとするはずだ。この睡眠薬でやるんだ。安らかに死ねることを感謝してね。じゃあさようなら。やっぱりあなただったのね、看護師のボルトさん。なんで起きてるの？食事に睡眠薬を入れておいたはずよ。お見舞いに来たバカな男にあげちゃった。私を襲うならもっと頭を使うべきだったわね。
畜生。あれ、それじゃあ失礼して。ちょっとあなた足は痛くないの？誰か助けて。どうした？何事だ？先生、違うんです。この人が私を殺そうとした。だから叫んだの。なんだと？おい、手に持っているものはなんだ？これは、その…いえ、それはなんだ？バルビツール酸誘導体、安楽死に用いる薬です。警察に連絡しろ、今すぐだ。わかりました。ねえ、昨日おばあさんを殺したのもあなたなの？殺した？ふざけないで。私は救いの手を差し伸べただけよ。救いの手だと？先生だって見てきたでしょ。耐え難い苦痛と死の恐怖に怯え、涙を流す患者たちの姿を。だから私はその苦しみから解放させてきたのよ。傲慢そのものだな。何とでも言ってください。この事件が社会問題となり、黒猫国で安楽死の意味を考えるきっかけになれば、私はそれで満足ですから。連続殺人鬼としてメディアの的になるわね。おめでとう。ええ、でもその時私はもういない。どういう意味だ？導いた人たちがいるところへ私も行くわ。きっと温かく迎えてくれるだろうな。なんて速さ。骨折したその足で。いい？あの人は死ぬ準備ができることを幸せと言ったわ。大切な人にお別れできることを喜んでたのよ。でもそんな最後の幸せをあんたは一方的に奪ったの。その行動に正義があると言い張るなら、あなたは人間以下のクズ野郎よ。一体何者なのよあんた。さあ、人によっては悪魔にも天使にも見えるみたいだけど、ねえ、あんたにはどっちに見える？天使？それとも悪魔？犯人まで見つけてくださり本当にありがとうございます。なんとお礼を言えばいいのか。いいのよ。それにお礼ならその男に言ってよ。え？ああ、気にすんなよ。事件当日だってどうせ俺は誰かさんの飯を食ったせいで丸一日眠りっぱなしだったし。ねえ、ジャックってば、まだ拗ねてるの？俺は別に拗ねてねえよ。にしてもお前の部屋、随分と小説だらけになったな。ええ、私が受け継げるところはこれくらいしかないからね。それにしてもイメリアって骨折してる割に走るの早かったわね。一体どんな体の構造してるのかしら。俺は安楽死は嫌だな。知らずに死んでるなんてよ。末期がんの苦痛に耐えられなくなった7割の人が安楽死を選びたいと回答しているそうです。日本ではまだ法律で認められていないですが、スイス、オランダ、ベルギー、アメリカの一部では安楽死が認められているんですよ。じゃあ、早くガンのスーパー治療薬ができるといいわね。あるぜ。俺様が開発したスーパー死神薬はいかがかね。どんな病気だって一瞬で治しちゃうぜ。あら、死神、もしかして払い手でも治っちゃうの？それぐらいお安いご用さ。まあ、すごいわね。一つくださいな。毎度あり。死神さんの持ってくる商品は何か裏がありそうですね。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。いたたたたた、生理でお腹痛いわ。そうだ、この前死神にもらった薬でも飲んでみましょうか。こうしてコツエさんが死神さんの薬を飲んだ時でした。突然めまいと吐き気がして、気がつくとなんとコツエさんの姿がスライムになってしまったのです。ちょっと、なんで私の姿がスライムになってるのよ。あ、でも生理痛は治ってるわね。やべえ、骸骨には薬が効きすぎちゃうみたいだな。悪い、コツエ。死神、あんた元の姿に戻しなさい。